ミカト、起きて。おはよう、ミカト。よく眠ってたからどうしようかと迷ったのだけれど、今日はすることがあったからごめんね。いいの、疲れていたんでしょ、ミカトも。この家を掃除してくれたの、ミカトよね。私のおじい様とおばあ様もこの村に住んでいて、昨日帰ってすぐに二人を訪ねたのよ。最近は年のせいでこの家の掃除に手が回らないって言ってたのに、綺麗だったから驚いたわ。合格も不合格もないわ。掃除してくれてありがとう。そんなに緊張しないで。肩の力を抜いて。ね。それからね、ミカト、私のことは呼び捨てでいいわよ、ナコルルって。いいのよ、これからは一緒に暮らすんだし。できました。ところでミカト、お腹空いてない？今日は私の得意料理のラタシケプを作ってあげる。けどその前に材料の方を用意しなくちゃ。今この家には冬を越すための食料も何もないから。食料蔵まで行って材料を取ってきてほしいの。長老様の許可は取ってあるから。持ってくるものは母を乾燥させたものよ。間違えないでね。
じゃないか。プーに何か用かい？同じことをしよってんじゃねえだろうね。つまみ食いじゃよ。食料庫に忍び込んで干物などをこっそりと食らっておった。北手にはちょっとしたお灸を据えてやったがの。遊ぶんじゃない。北手には罰として数日の間イレシパクルからの外出を禁じた。それだけじゃ。食べ物の大切さを分かっておるか？お前はまだ若い。この厳しい自然の中で食べ物を得ることがどれほどに大変なことか分かっておらんじゃろ。そうじゃそうじゃ。ごくごくまれに良いことを言うのうばば。初めてじゃないかい？これほどまでに正しいことを言うたんは。黙らしちゃう。わしゃ年中無休で良いことを言っておるわ。さて、ミカト、そんなわけでお前を試させてもらうぞ。そうじゃ、わしらの出す食に関する問題に答えられたらプーへ入ることを許可しよう。難しいぞえ。解けなければ出直すのじゃ。誰じゃね。その通りじゃ。次にあげるうち最も早くフグを食べていただろうと言われているのは誰じゃ。減点1。青木昆陽とかいう蘭学者が日本に紹介した漢書とは何ものことじゃろう。
そうとも。コンペイトーという菓子をどこの国から伝来したんじゃ。原点一致。桜肉とも呼ばれるのは何の動物の肉じゃ。そうじゃの。柳生十兵衛という男が好物にしておる食べ物は何であったかな。そんなはずはない。私たちの言葉で鮭の塩漬けを凍らせたものは何というかの。そんなはずはない。私たちの言葉で鮭ペ呼ばれる夏に川を登ってくる魚は何じゃろか。そんなはずはない。もともとは魚を乗せる板であった。料理の時に欠かせない器具といえば何かの。そうとも。今日の木倒れ、神戸は吐き倒れ。では大阪はなんで倒れるのじゃ。その通りじゃ。ダメじゃダメじゃ。そのようなことではプーへの入庫はまかりならんわ。私がいかに食べ物が大切か語ってやろう。心して聞け。やめい。お主の話は長すぎる。先日などは日の出から日暮れまで喋り続けておったではないか。まったくじゃ。では私が話そう。あれは私が鼻も恥じらう乙女であった頃、そう、ウーババーがシワクチョに一歩近づいた頃のことじゃった。わしとお主らは一つしか違わんわ。それにお主の話も長い。うるさい。お前は黙っておれ。荷物はかまどのところに置いてきて。これから川に行きましょう。
ミカト、起きて。おはよう、ミカト。よく眠ってたからどうしよう。どうしたの？温めないと霜焼けになっちゃう。冬の水にむやみに手をつけてはダメよ。変な味方？味方？起きて。おはよう、ミカト。よく眠ってたからどうしようかと迷ったのだけれど、私今、ごめんね、何でもないの。今の曲は忘れて。忘れて、お願いよ。さあ、ウフトーリを取りましょう。やあ！平気平気。それよりもさ、ナコルル、めっちゃ驚いてたな。すっごく飛んだぞ。ナコル
ナコルル。ファントム、驚かさないで。悪かった。ダメだよヤントム、ちゃんと謝らなきゃ。謝ったじゃん今。久しぶりだなナクルル。そうね。帰ってきてくれて嬉しいぜ俺は。待ってたよナコルル、お帰りなさい。そうだ、ナコルルに選別があるんだ。違う、それを言うならお見舞い品だよ。7歳児に言葉の間違いを直されるってどうだろうね、マナリー。ひどい、ヤンタムだって間違ってたじゃない。細かいことは置いといて受け取ってくれよナクロル。マナリーの団子は味の保証はできないけど。大丈夫だよ、ジエローバに手伝ってもらったから。というか作ってもらったから。イバルナ、すみません。ナクルル、お前帰ってきたばっかで食い物に困ってるだろうと思ってさ、二人で考えたんだ。オンに着るがいい。ウフトーリを取ってるんでしょ？手伝うよ。